秩父宮ひげ年杯優勝戦インから1番、2番、3番、ダッシュ4番、5番、6番です。スタートしました。優勝戦2コース2号艇宮野原、3コース3号艇広瀬、両者わずかにコーススタート。逃げる1号艇の藤原、3号艇広瀬がまくり出しを狙う。外回しは4号艇の峰、あとは5号艇丸のついてバックが入っていますが寄せつけませんでした。1号艇藤原慶志郎先頭、3号艇の広瀬2番手、4号艇の峰が3発追走、後ろ6号艇佐藤、5号艇丸の、2号艇宮野原、スタートは前提正常でした。1号艇藤原トップ、2番手は3号艇の広瀬、内を狙って4号艇の峰、ホームに折り返して1号艇藤原独走、136の上位で4番手4号艇の峰、これから最終ターンマークです。通算4回目の優勝、そして今年初優勝、琵琶湖初優勝、そして G2 初 V を完全 V で決めます。1号艇藤原慶志郎がスタート目に駆け上がるべく最後の直線、3号艇の広瀬が2番手、3番手は6号艇佐藤が優勢か、3番手は接戦、完全優勝藤原慶志郎ゴールイン。涙が出てくるわ。いや、僕も涙が出てきそうです。はい。今節は強かったですね。いや、ね、ちょっと夢のようですね。とりあえずまあ吉田先輩とかは徳を積んどけよということで、まあいつも以上に雑用などをやってました。はい、これからも、精一杯頑張りますんで、応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。優勝いたしました藤原慶志郎選手にお話を伺いました。ありがとうございます。甲子園決勝戦です。内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。いいスタートを決めたのは角1から4号艇の片岡、一周1マーク、カードを仕掛けるか、4号艇の片岡、インから1号艇の関が握ってかわそうとする、4号艇刺した、その内側から5号艇、6号艇急接近、バックへ入っていきますが、先行争いは1号艇と4号艇で、内から4号艇片岡、外から1号艇の関、3番手争い6号艇、5号艇、スタートは前提正常でした。2番枠を目指す、1番内、6号艇中村も来た、4号艇かわしていく、1号艇の関が渾身のサッシャンドル、ホームへ帰ってきましたが、先行争いは4号艇の片岡がわずかに優勢。深紅の優勝旗はどうやら第5回四国の地へと渡ります。先頭は1号艇高知県代表片岡、2番手追走が1号艇の関、そして3番手どうか、6号艇中村先手、刺してきた5号艇の桐生が届くかどうか、12レース、先頭は4番です、片岡正弘、優勝の五輪。この声援を耳にされて片岡選手いかがですか？いや、1号艇とは違う、またすごい嬉しい気持ちですうんでしょうね、はい、僕も高校、中学校高校と野球やってたので、はい、優勝できて嬉しいです。あんまり面白いこと言えないタイプですけど、一生懸命頑張ってるんで応援してください。1号艇の山口がいいスタート、3コースから3号艇の西野が伸びていきますが、1号艇の山口がインから待って、2コース雑誌は2号艇の峰、2番雑誌は4号艇の後藤、1号艇の山口が振り切っています。スタートは前提正常でした。峰が刺しましたが、1号艇の山口前へ出ました。2番手2号艇峰の内側には4号艇の後藤、1周の2マークトップで回ります。1号艇の山口外を回して、2号艇の峰の内側から4号艇、内をすくっては6号艇、先頭は1号艇の山口が突き放した。上位の体型は1番、2番、6番、1、2、6の3連単のオッズは 15.2 倍です。先頭は1号艇の山口剛、最大のライバル峰も退けて、当地初優勝、そして G2 も初優勝を飾ります。通算では51回目、そして今年は5回目の優勝となります。先頭1番山口が優勝の折り。いや、
峰市長まで来ていただいてるのに龍太じゃなくてなんかすみませんはい、はい、ウィニングランで1マークにたくさんのお客様がいて正直ちょっとあの感動してあのうるうるしました。本当にありがとうございます。やっぱりあのもう一回あのグランプリの舞台に戻りたいんで、はい、またぜひ応援の方よろしくお願いします。緊張してなんか迷ってたんですけど、まあ、できることしかできないと思ったんで、まあ、そこをメンタルリセットしていけました。はい、行きます。1、2、3、おめでとう。僕の目標は地元の SG を取ることなので、次のメモリアル精一杯頑張ります。また応援してください。ありがとうございました。内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。インコース1号艇吉田、2コース2号艇峰、角から4号艇石田聖吾が好スタート。角から伸ばす4号艇石田を制して、1号艇吉田角郎に先手、2号艇峰龍太の差しハンドル、外4号艇石田聖吾でバックスレッジ、逃げる吉田角郎を峰龍太がトライにかかる。内から2号艇峰、外1号艇吉田、優勝争い並走、スターター正常。1周の2枠2号艇峰龍太トップターン、1号艇吉田角郎は3号艇金子がちょっと壁になった。トップ独走に変わった。2号艇峰龍太先頭、2番タルスイ、やっぱり最後はこの人でした。でかいの占領役者峰龍太、 G2 は3回目、通算では97回目、浜名湖では3回目の優勝へ。2号艇峰最後の直線、3号艇金子はじめ2番手、1号艇吉田3番手か、1着2番峰龍太優勝、ゴーリンガッツポーズ。こんだけのたくさんのお客さんの中で、はい、やっぱあの優勝できたのはすごいあの価値あるレースだったんじゃないかと思いますね。最高の夏になりました。応援ありがとうございました。賞金を目指して頑張りますんで応援してください。峰選手でした。おめでとうございます。
スタートしました。優勝戦6艇揃いました。横一線のスタート、逃げる1号艇平山、2号艇遠藤、直にまくりに脱出。切り込んでくる4号艇ファンの間から3号艇三浦、振り込んだ平山交代です。まくった2号艇遠藤、意味が一定心リード。内側から4号艇ファンがプレスク、3番手1号艇平山の間に内側から5号艇渡辺、外側から3号艇三浦、スタートは正常です。2番手2号艇遠藤クリア、2番手4号艇ファンが切り込んでくる、3番手5号艇渡辺マーチから差し返した1号艇平山、3番手1号艇平沼優勢か。現在上位は2番4番1番です。37回レディースチャンピオン覇者は遠藤恵美です。3番クラス1号艇平沼、5号艇渡辺、こちらまだ並走、ラストマーク2号艇のクリア、2番手4号艇パマ、3番手に切り込んでくる5号艇渡辺、内を突く1号艇平沼、3番手接戦のゴール、先頭1番遠藤に優勝ゴール。遠藤恵美選手の登場です。見事の直まくりを決めてこられたんですけども、はい、ご自身ではもうその戦法だったんでしょうか。いや何も決めてはなくて、でもあいけるっていう感じがしたので、はい、意外と余裕なメンタルでしたか。いや余裕じゃないです。もう本当にやっと終わって本当にほっとしました。そうでしたか。はい、日本一。ありがとうございます。あのもっともっとあの上の舞台でしっかり活躍できるようにもっと力をつけていきたいと思います。これからもご声援よろしくお願いします。もう朝からずっと言いたくて、ええ、ちょっと胃薬とか飲んでたんですけど、はい、もう治んなくてもうやばかったですもん。いやでもこれでね賞金ランキングもトップでございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やはり昨年グランプリも悔しい思いしましたから。はい、あの
はい、いい経験したので、はい、まあ、その経験があったから、まあ、今回も勝てたのかなと思います、はい、本当にあの CM ではないですけど、あのボートレーサーっていいなと思いました。またあの今後も一層一層、ファンの皆様に喜んでもらえるレースをしていきますので、これからもボートレースよろしくお願いします。また、グランプリ目指し頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。見事優勝、馬場芳也選手でした。体型2対4、常滑12レース優勝戦、1番2番3番4番5番6番スタートしました。インから1号艇の浜野谷健吾がトップタイミング、1マークに向かっていきます。1マークの攻防戦、1号艇の浜野谷が回っていく。2号艇森高は差しを狙って、外は3号艇の今垣、内側からは4号艇中田龍太2番差しでありますが、インから押し切っています。1号艇の浜野谷健吾、スリット裏では一定審判優勢、2マークに向かいます。なお前提スタートは正常でした。2番手は2号艇森高が外、内側からは4号艇中田が接近、1周2マーク、浜野谷の後ろを中田は行かせて、2号艇の森高が指している。前は1番2番、今年4回目、通算では99回目、 G1 は23回目、常滑2回目の優勝に向かって浜野谷先頭ホームに戻ります。2番手森高、そして3番手は中田、間もなくゴールです。1着1番浜野谷、優勝の五輪。優勝浜野谷健吾選手です。おめでとうございます。さあ今のお気持ちいかがですか。そうですね、今ちょっと漏れたんででも良かったですね。はい、そして、G1 は23回目、常滑の G1 周年記念は初制覇になりました、はい、いかがでしょうか。そうですね、何回も走らせて回ってるんでね、やっと取れてよかったです。そして自身通算99回目の優勝ということで、はい、はい、100V、そうなんです、 100V に王手かかりました。はい、頑張ります。まだまだ中堅あるいは生きのいい若手勢には負けちゃいられないですね。あのスピードだけだったらそんなに遜色ないかなと思ってるんですけども、うん、はい、今回たまたま漏れたけど、あの逃げれたので、これからこういうことがないように、精一杯走りますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。3対3で間もなくスタート、1秒、今スタートしていきました。コースタートは内側の1二さん、そして4号艇も出ていきますが、1マーク、まずは逃げる1号艇の峰、握った3号艇届かず、刺して2号艇も届かず、あと4番5番6番でバックスレッチャー、ここもイン逃げから圧勝で峰竜太出てまいりました。そして現在2番テラスに4号艇3号艇4番3番並んで、後方で2号艇6号艇5号艇が固まっています。なおスタートは正常でした。ランタンマークトップで回って1号艇強い峰竜太、そして2番テラスは4号艇回った懐、6号艇あと2番3番5番と回ってきますが、わずかにアウトから4号艇の菊池光平2番手に浮上、レースは2周目とあります。これで峰竜太、今年住之江8回目、 G1 17回目、通算では99回目の優勝が目前となっています。さあ今年の伝統の一戦は峰が最強レーサーをアピールする優勝、高松宮記念見事 V2 達成、2番手に4号艇3番手に3号艇で最後の直線コースへと入ってまいりました。伝統の一戦のクライマックスラスト、強い強い峰竜太が優勝で間もなくゴールを迎えます。優勝1号艇峰竜太、ゴールインガッツポーズ。自分が不可能と思ったことでも、一回夢として、設定したらもう叶えるまで必ず絶対に諦めないっていうのが自分の強さだと思ってるんで、まあ今持ってる技術は、うん、そこまで高くないんですけど、もうそこだけで、ボートレース、ね、夢見させてもらって夢叶ったんで、まあ、ここからはね、恩返しのつもりで、走れたらいいなと思ってます。もしダービー取ってグランプリ行ってグランプリ取ったら、僕の物語はもうこれが最高なんじゃないかなと思います。まあ僕の夢物語に、付き合ってもらえたら、いい夢見せたいと思います。応援してください。見事優勝、峰竜太選手の皆様、大きな大きな拍手お願いします。
進入はインから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇の磯部トップスタート、4号艇の船岡もインスタートを切っています。トップスタートから逃げ体勢は1号艇の磯部、サス2号艇茅原まくり出す、3号艇茅に内から4号艇船岡も押し切った。1号艇の磯部誠が3艇身のリードで先頭、2号艇茅原2番手、内から4号艇船岡、外に3号艇赤井は後方6号艇菅、5号艇安子内最後方でスタート正常です。1号艇磯部トップターン、4号艇の船岡に内から3号艇赤井は間2号艇茅原も先頭はリードを広げています。1号艇の磯部もうすでに6艇身突き放しました。一戦一戦着実に結果を残してきた平成生まれ初の SG 覇者の勢いは止まりません。通算38度目、 G1 ではこれで4度目の優勝となる1号艇の磯部、迫る4号艇の船岡2番手、3番手は2号艇茅原取り切って上位体系142、先頭1番磯部誠優勝のゴール。いや展示がちょっと切りすぎたので、うん、正直全く分かってなかったんですけど。そうだったんですか。昨日と一緒のようなコンディションだったので、ええ、昨日にプラス10足していけばちょうどいいなと思って、うん、はい、はい、コンマ03でした。ああ計算通りですね計算通りですね、はい、でも本当今までにないぐらい整備でなんか良くなったなっていう感じがします、うん、はい、これからも泥臭くいっそいっそ地道にコツコツと西山さんと一緒に頑張ります。応援よろしくお願いします。見事優勝は磯部誠選手でした。おめでとうございました。優勝戦第12レーススタートが切られました。 1,2 コース先行した。さあ並んでいる優勝争いは内枠の2人となるか。インコースから1号艇青木が回る、2コースを2号艇藤原刺す、そして中枠の3号艇山口が中を割った。バックストレッチ、さあ山口がトップか、外は1号艇の青木源太、まあ、優勝争いでバックストレッチの中間点接戦です。スタートは正常でした。まくり刺し3号艇山口、外は1号艇の青木です。内を通りまして4号艇峰が上がってきた。3艇もつれるか、2枠の攻防。さあ両選手を抑え切って3号艇山口です。3連単は314ですと 35.9、 312は 77.5 倍となっています。優勝を飾りますと52回目の優勝、 G1 は10回目の優勝ということになる山口剛。2番手は1号艇青木、そして4号艇峰、3番手優勝は3号艇山口、ガッツポーズ五輪。はい、優勝おめでとうございます。ありがとうございます今の気持ち率直にどうですか。いや、めっちゃいいターンできましたね。そうですか。ペナルティで出遅れてるんで、はい、ここからしっかり一走一走集中して、はい、積み上げて、はい、グランプリの舞台に戻りたいです、はい、目の前の一走に集中して真剣勝負します。応援の方よろしくお願いします。おめでとうございました。ありがとうございました。上手。え。プレミアム G1 第10回ヤングダービー優勝戦第12レース、インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。センター前若干スリット寄せ、2コース2号艇上条がスリット後伸ばして、さあまくりに行く2号艇の上条、ラストギアにかける男が一まくりを決めて伸び込んでいった2号艇上条信孝です。2番手は5号艇の関平谷、そして3番手が6号艇松山翔吾、あとは後方に1号艇リミ、そして3号艇小池、4号艇新海、競り合ってスタートは前提正常でした。2号艇上条がトップで、2番手は5号艇の関、3番手争いはさらして1号艇の泉が上がって上位3艇、最後の向こう上面です。2号艇上条自身としては前々節の小島に続く通算22回目、そして G1 はここ2019年下関のダイヤモンドカップ以来 V2 ということになります。なんといっても嬉しいラストイヤーでのヤングダービー制覇へ向けて、2号艇上条信孝トップの2番5番1番第12レース優勝戦まもなくゴール、1着2番上条優勝のゴールイン。
この下関はダイヤモンドカップを制しておりますけども、やっぱり特別な水面になりますか？もう本当にあの時の優勝から自分のボート人生は変わったので、あの本当にこの下関の水面っていうのは自分の中でとてもなんか縁があると言いますか、あのすごい相性がいいのかなと思います。まあ、あの時はすごいエンジンに助けられたなって感じはしたんで、まあ、今回はしっかりなんか自分の力でなんか勝てたのかなと思います。とりあえず嬉しいので、あのこれからも応援のほどよろしくお願いします。優勝上条信孝選手でした。おめでとうございました。1番、2番、4番、5番、3番、6番です。スタートしました。三高亭の筒がトップタイミングですが、かなり早いスタートがありました。出ていくのは三高亭の筒が、続いて六高亭の吉田が握っていく。内側から1番、2番と折り返してバック側、ここでお知らせいたします。三高亭の筒がフライング返還欠場です。3番に関する投票権、すべて発売額と同額で返還いたします。どうぞ大切にお持ちください。優勝争いは三つどもえとなっています。2マーク先前は2号艇浜野屋、そして1号艇峰に6号艇の吉田、先頭わずかに2号艇の浜野屋が前に出ています。2番手で追いかける1号艇峰、3番手は6号艇の吉田、その後ろは5号艇山田、4号艇土屋と続いています。わずかなリードを持って2号艇の浜野屋が2周1マーク先前、内側から攻める6号艇吉田に握った1号艇の峰、先頭は2号艇の浜野屋健吾、2番手1号艇峰龍太。思わぬ展開となりましたが、先頭でラストターンマークは2号艇の浜野屋です。これで SGG1 含めて通算100回目、今年5回目、唐津の G1 は初制覇となります。まもなくゴール、先頭2番浜野屋優勝5輪。G1 全日本王者決定戦、優勝は浜野屋健吾選手です。おめでとうございます。まあ、フライングが出たんでね、喜べないですけどね、はい、迷ったですね。伸びられ分かったんでね、まあ、峰が抵抗するのかなと思ったらそんなにしなかったんで、まあ、うまく回れてよかったです。さあ、そしてこれで通算100回目の優勝となりましたが、いかがでしょう？そうだね、はい、ありがとうございます。フライングとか結果でなっちゃったんですけどね、はい、これからも精進して頑張りますんで応援よろしくお願いします。おめでとうございます。